はい、2月28日最終日ですね。最終日ですね。BBR さんです、はい、今日は一軒今日一軒だけ行ってきます。いろんなやつがあるね。何が出たのかな BBR さんね、すごく上手くね、楽しみです。そうなん、いいですか。イエーイ。フランスブルゴーニュですね。はい。マコンチクプイヒュイッセ。はい。アンベルティオーネ。作り手はドゥロックドブティエール。2016年。なんかまだ作り始めてこう1年ぐらいです。1年ですね。はい。ファーストヴィンテージか。ファーストヴィンテージとの話です。すごいですね。ユフィスっていうのはね、ブルゴーニュの中でもだいぶ南の方、マコン地区にありますね。結構厚みのあるシャルドネを作る場所です。結構ね、好きなんですよ、この地区は。いいですね、ちょっとやっぱ水っぽさがあって。ちゃんと酸もしっかりしてて、果実の凝縮も素晴らしいですね。今後は楽しみな作りですね。そうだね、まだこれがファーストヴィンテージっていうのはね、また面白いし、いや、もともとまあ、あとはワイナリーを買収したっていう話なんですけど、なかなかよろしいですね。そのポイントは5.2 ぐらいかな。どうでしょう。はい、素晴らしい作りだと思いますね。もうちょっと3が欲しいんだよね。あ、お値段いい。お値段が4860円じゃない、4840円。読みます。ニーズそこに合わないシャトルセセラス、セセラス、あ、フランスの、ラングドックですかね。シャトルセセラスを作るミネルヴァ・ラ・リヴィニエロ。おお。2014年。ああ、いいですね。価格。価格がなんと3000っていう、なんとっていう、この香り嗅いだ時の素晴らしさが3000とは思えない香りです。はい。いいね。いいですね。いいね。いいワインだね、これは。すごい。ブルーベリーとかちょっとそういうの果実を潰してもう凝縮して、ああうまいな、これは。うまい。果実の凝縮の仕方とかね、見るともうね、結構上級のねコートデュローヌだったりとか、あのね、イメージ的にはね、味わいの深さはね、バローロのねニュアンスもすごく似てるの。そうなんですよ、ちょっとベリー感だけじゃなくて結構複雑味がすごいんですよね。ここにちょっとイタリアっぽいって書いてあるんですよね。書いてありますよね、自分が書いてあるからね。自分が書いてたんですよ。ちょっとそういうニュアンスがあるよね、うん、すごくうまい。正解。ソムリンポイント4点。お前誰に言ったって。浦川さんもようやくちょっと上がってきたようです。ちょっとね、ちょっと足が出ちゃったって、両手下がってるから。ポイント4点、はい、素晴らしいです。でも今後期待ですね。これ多分寝かしたらまた美味しくなるじゃん。でもこれね、よく知ってたん作り手なんですけど、結構1000円台のワインがねよく売ってらっしゃるやつで、その1000円台の中でも結構ビオニエが今回また良かったですね。あと赤は何が良かったか、シラ何だっけ、あれか、あれっす、ムルベルじゃなくてカブリネか。あ、カブリネ良かったね。カブリネも良かった。ムールベルド、カブリネも何でも違う。ちょっと違う意味も、違うところでムールベルドが美味しい。ちなみにこちら BBR さんなんですけども、同じインポ、同じワインを、ボルボーさんがインポートしてらっしゃいますね。これはまあまあ
両方とも美味しいので、うん、今回はやっぱり PBR さんぜひということでお願いします。3000円ならありかな。今回3000円ですね、はい、美味しいですね。お疲れ様でございます。何週？今月も終わりましたね、はい、今日何週ぐらいだった？60ぐらいですか。60ぐらいか、多かったね。今月も終了でございます。いや、いい締めでした。いいもの多かったね。安いものから、あ、いいも安く高いものまで。高いものはすごくいいもの本当あるんです。あそこはいい勉強にもなりますし、日がいい、寒い、今日は寒いですね。今日ね、雨が降ってるんですよ。結構寒いですよね。いや、なんとか終わりましたので、来月入ってからも1週は結構ありますから、来週もあるけど、ちょこちょこと、まあ、来週末が一番でかいのがフーデックスですね。はい、ちょっと、もう俺はちゃんと行きますので、やっぱりね、あそこに行くと、やっぱりフランスのトレンドが、今のやつが分かるので、ちょっとね、見ていきます。楽しみに。さて、では、締めよう。なんか雑だね。